まめさんこんにちは、るーちゃんです。文丹です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天我跟文丹想说来大观峰看一下风景，然后看完之后呢就觉得肚子很饿然后我们两个想说要吃什么，想到阿苏呢想到就是阿卡乌西噔噔噔噔噔噔噔，아씨마시드음아인데요네だから赤牛が美味しいレストラン行こうかなと思って。そうそうそう。さっきネットちょっと調べたんだけど、なんかよかよかってでいう美味しい店が出てきたからね。うん、よかよかってのはね、九州でいういいいいって意味だ。あ、そうなんだ。よかよかいいよいいよのなんかいい店なんじゃない。うん。大観峰から23分。近いね。うん。行けそうな距離。ね。じゃあ行ってみようか。お、行ってみよう。楽しみ。肚子好饿吗？好饿。你要不要跟大家说你最近学什么中文？我警告你。我警告你。我警告你，警告するぞ。そうそうそう。这个我超常跟文当说的，我都说我警告你，不要弄我喽。我警告你。对，你要凶一点啊！我警告你哦。我警告你哦。对对对对，こんなちょっと怖い感じがいい。虽然刚才讲了一次有卡有卡贴，可是我们两个查一下 Google Map 之后。发现那附近有超多阿卡乌西的餐厅，现在就来看哪一家评分最高，就吃哪一家。那你食べるの決まった？あ、でもここ焼肉よ。どっち？阿卡乌西専門店、農家レストラン、焼肉。焼肉の方が食べたい。これ焼肉。高級って書いてある。我们两个算是第一次这样子在路上随便找一家店这样吃哎。那在文章找的同时呢，给大家看一下这边漂亮的夕阳。妈妈，你们看这个夕阳好漂亮哦，一直变得很模糊哎。結構なんか終わってる店が多いね。とりあえずその辺行って決まったらね、近いじゃん。よし、行こう。そば？そば。赤牛、赤牛。ランランラン。どうして山道は全部こんなくるくる使わないといけないの？本道でやめきないじゃん。傾斜が強いから。こうやってうねうねさせることで傾斜を緩くしてる。到啦！ねえ、お寒くなってるね。ねえ、あ、我们要来这一家よかよかて赤牛馆工地店。丹，很帅呢，見て。好恶哦！すごい。哇，すごい！哇，好酷哦！整个气氛很棒哎。好棒哦，开心。然后呢，这里点东西有单点，又可以点烧肉。烧肉的话呢，是肉全部都放在柜台那边自己去取，很方便呢。嗯，我们两个决定要点一个阿卡乌西四季尼锅米，然后再另外点烧肉。烧肉的话，饭跟饮料要另外点。饭的话有大中小，260日元、180日元跟160日元。然后呢，饮料在这里，饮料喝到饱是260日元。去拿烧肉。嗨。烧肉的话呢是这种感觉自取的，然后上面呢都有写价钱。こういうの初めてだ。哇，看起来好好吃哦，怎么办？当，美味しそう。これ美味しそう。ね、じゃあこれ取ろうか。うん。豚バラも美味しそうだね。ね。エビとホタテ、ホタテもあるよ。これとりあえずやっぱ。OK、我们拿完肉回来，饭已经来了，然后我也帮我们开好了。美味しそう。美味しそう。これいくらなんだろう？1280円。お、おしゃれ。中でも結構量いいよ、ほら。我们两个点的是中的大小。結構大きいね。然后这是烧肉的酱汁，这个应该是盐味的，然后还有辣。然后大家看熊本的狮子巾上面都有熊本熊的图案。来喽，焼肉。来だ。まあまだ多分時間必要だったかもしれない。そうだね。まあゆっくり食べよう。そう、これ絶対美味しいよ。だってキャンプの昨日も美味しかったし。いいね、これだ。ね、我们两个点的牛筋也来了。美味しそう。一つ一つが美味しそう。文丹超喜欢吃这个牛筋的。あ、もういい匂いする。好香。美味しいやつ。こんぐらいのね、これちょっとレア感がね好きなの。わあ、美味しそうこれ。絶対美味しいやつやん。谢谢你。感觉好嫩哦。いただきます。はい。牛筋。嗯，好吃。这么软嫩 ，Q。超とろける。牛筋煮込み。
ね、美味しいね。ね、味も濃い。ご飯が進むね。この汁なんかご飯と一緒に食べると美味しい。ね。我在台湾那个牛肉面，牛肉。啊，牛肉面みたいね。好吃。然后来试试看阿卡乌西。こんな感じで阿卡乌西は。嗯，未来试试看烧肉的阿卡乌西。好好吃哦。他们这里的烤肉酱好好吃哦。然后我跟文章还拿了一个ホタテ。ホタテってどのタイミングが焼き上がったかわかんないよね。ねえ、なんか全部一緒。まあ俺大体ここの色がちょっと変わってきたかなって思ったらしてるけど、合ってるのかわかんない。ちょうどいい店見つかった気がする。ね、吃完了。吃完了。我们两个吃这样子是3500日元，安いね。ねえ、いや、俺とルーちゃんがあんま食わなかったのもあるけどね。ねえ、なんか最近食でめっちゃ減ったからね。ねえ、お互いね。うん、それからなんか食べ放題じゃなくて、こういうね単品の店の方がいいと思うよ。ねえ、の方がなんか自分で調整できるしね。うん、どうしてルーちゃんが顔をキラキラしてるの？私暗いのに。俺がキラキラしてるからだよ。大家好，大家好，大家应该就很疑惑我们两个怎么换一套衣服了，因为我们那个影片其实后半段全部都没有存到记忆卡，然后这是我们隔天想说要来业务超市买一些东西，想要顺便可以拍个小小的影片，放在这个后半段这样子。じゃあ、ね、柔軟剤がないんで柔軟剤を買いたいなと思ってるんですよ。あと冷凍餃子。やべちゃんね。そう、餃子大好きなので、じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。本来想说要买葱抓饼，可是不知道为什么最近来业务超市都只有菠菜口味，没有原味。结果我们这里找不到柔軟剤。柔軟剤ないね。売ってないね。明日ルちゃんスーパー行くから買って帰るよ。なんで？俺が欲しいものはあなたわかんないから。わかった。じゃあ今度、じゃあまた一緒に買いに行こうね。还有冷冻橘子。哎，我一说，他熊猫的哟。果然业务超市就是东西多又便宜。然后我跟文当每次买蛋都会来业务超市，因为业务超市的蛋超级便宜，这样十颗只要127日元。这里有好多一般超市不会卖的饮料哦。你当然会送。文当喜欢买这种维他命饮品，一瓶只要35日元，就是真的很便宜这里。然后那瓶是68日元。隣のカフェラテの方が美味しそう。这个是58日元，是有58件，是哦，要是你一口你吃哦，没加巴的人家，加巴的人呢，哇，来米的，超便宜，好便宜哦，一罐27日元，27日元，35日元，超便宜的，蛋便宜。我们两个买一个韭菜饺子，其实这种饺子就是小小一个假搓霸，可是我就是喜欢吃这种假搓霸，所以就买了。吃一下。饺子煎饺的，然后呢，就是刚才介绍给大家看了，我们两个买了一大堆饮料，因为我跟文当，非常非常的喜欢喝饮料，所以就买了一大堆。这个是平常我们文当在家里滑手机的样子。这个是我们两个之前买的植物，每天浇水之后它就长高了。我那个麦子，お水あげてるの。成長してんだよね。可愛いよねこれ。これ見ると癒される。なんか増加じゃないからなんか元気もらえる。揺れてる感じが好きやん。好啦，那你跟大家说拜拜。拜拜。他也跟大家说拜拜。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 君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。